おはようございます。12月20日月曜日朝6時38分です。寒い。ようやく風が収まりました。もうほんとこの数日間もう強風がビュービュー吹き荒れてて気温も寒かったんですが、今日は気温は寒いけど風がほとんど止みましたね。日中どうも気温が上がりそうなので、今日ちょっとやらなきゃいけないことをささっと頑張ってやっちゃいましょう。で、今日撮影に使っているカメラですが、先日届いたばかりのソニーの α7-4 になります。で、レンズは今はこう G マスターの 24mmF1.4、 日中はちょっとレンズ切り替えして G レンズの 24mmF2.8 に使っていこうかと思うんですけど、今は G マスターの 24mm 使ってます。映像等どうでしょうか。今回キャラバンで1泊2日だったんですけど、このカメラ持って実際に撮影してきたんですけど、本当バランスがいいカメラだなと思いました。まあ、カメラのことはまたコーヒー飲みながら少し話していきたいと思います。うわ寒、中入ろう。それではモーニングコーヒーいただきます。久しぶりのバリスタな気がします。そしてカップはサーモスの真空断熱マグ、今めちゃめちゃお気に入りで使っているマグカップなんですけど、色がミルクホワイトだったかな。それではいただきます。うん、うまい。で、今日使っているこうマイクですが、ちょっとさっきマイクの説明し忘れたんですけど、 DJI のフレキシブルマイク FM15 を使っています。α7-4 との組み合わせでこのマイク使うっていうのは今回初めてなんですけど、このマイク使えると本当にね、軽量コンパクトな組み合わせ、特に今回キャラバンで持っていたこいつ、これソニーの純正の G レンズですね。 24mmF2.8、 めちゃめちゃ軽量コンパクトなレンズなんですけど、このレンズと FM15、組み合わせると非常に軽量なシステム組めるんで、この FM15 はねきっちり音取れて、使い勝手良かったらね、今後この FM15 を、どんどん使っていこうかと思っています。同日1泊2日ですが、久しぶりに修理を終えたキャンピングカーでキャラバンに出かけてきました。もう昨日の晩にその時の様子をもう簡単にまとめて動画でアップしてるんですが、見ていただけたでしょうか。もし見ていない方いらっしゃいましたら、見ていただけると非常に嬉しいです。で、今回は家族揃って4人で、まあ、1泊2日神戸に行ってきました。まあ、神戸に行ったって言ってもね、ほとんどもうショッピングが、メインだったんですけど、観光はもうほとんどしてないですね。ショッピング目的で、まあ、行ってきたんですが、やっぱりキャンピングカーでね出かけられると、こう気軽にこう休憩したりだとか、こう寝泊まりできるっていう意味ではね、非常に便が良かったです。このキャンピングカーを購入したのが9月1日だったかな、まあ、9月に購入して、結局もう今が12月半ば過ぎたので約3ヶ月半コツコツと修理やったり中の快適化やったりしてきたんですけど、なかなかこう長距離出かけられなかったっていうのが、実はどうしても直さなきゃいけないこう修理箇所があって、まあ、そのパーツを輸入するために、まあ海外からパーツ取り寄せして、で先日修理屋さんの方にまあ修理してもらって、かなり高額な費用が必要だったんですけど、それでもねやっぱり直したことでこう安心して遠征遠出できるようになったので、もう精神的にかなりね落ち着きました。楽になりましたね。で、久しぶりに家族4人揃ってのまあキャラバンだったんですけど、やっぱりこのクラス、今全長がこの車が 7.3m、横幅が 2.4m あるんですけど、まあ、以前のジル520と比べるともう車内のスペースが、空間がかなり広がったということで、大人4人使ってもかなりゆったりとした使い方ができるっていう意味ではね、非常に購入してよかったなと思っています。まあ、修理代高かったんですけど、まあ、近場だったらなんとかね、だましだまし乗れてたんですけど、まあ、遠征も県外、特に四国から出て橋を渡って本州だとかに行くときには、最悪のリスクを考えるとなかなかね、こうだましだまし乗るっていうちょっと選択できなかったんですが、まあ、今回修理したことでどんどん四国外の方、県外の友達に会いに行ったり観光に行ったりできるようになったので、これから使用していくのが非常に楽しみです。今回使用した撮影機材ですが、この画像に映っている FX3 ではなくて、今これ撮影に使っている発売されたばかりのソニーの α7-4 を使用しました。で、レンズはこいつですね、この小型の G レンズ、まあ、できるだけやっぱ観光だとかこうショッピング中に身軽にしたいということで、
今回はこの小型の G レンズ 24mmF2.8 このレンズを組み合わせで行ってきました。でマイクはゼンハイザーの MK200 を使いました。まあ、この組み合わせだとね、かなり軽量コンパクトにできるという意味では本当にね、気軽に持ち出して撮影するのには非常に使いやすかったです。でそこからさらに軽量化できないかということで、試しに今日は DJI のフレキシブルマイク FM15 を使って、撮影しています。レンズは今こう G マスターの 24mmF1.4 なんですが、この撮影の後またこっちの G レンズ、こっちのレンズに切り替えして外で少し撮影してこようかなと思います。今回 α7-4 を実際に使ってみた感想ですが、本当ね、いいカメラだと思いました。機能的にはもう特に目新しい機能、まあいくつか目新しい機能はあるんですけど、実際使うかどうかとなると僕の場合はもうほとんどちょっと使うことなかったですね。ブリージングを抑える機能なんかもあるんですけど、あのブリージング機能をオンにするとどうしてもあのクロップされてしまうっていうことがあって、まあ、クロップすることで結局その余白で調整するわけなんですけど、どうしてもクロップしてしまうっていうことで今回もう機能オフにしています。多分僕はもう今後も使うことがないんじゃないかなと思います。あまりにもこうブリージングがひどいレンズ使う場合にはオンにするかもしれないんですけど、あまり多分僕的には使うことがないかななんて思っています。まあ、今映っているこの FX3 だとか α7S3 と比べて一番やっぱ変わってくるっていうのはね、 APS-C モードスーパー 35mm が使えるってとこですね。まあ、どういうことかというと、これ途中で切り替わるのかな、一旦撮影止めないと切り替えられなかったので、今スーパー 35mm APS-C モードに切り替えしてみました。 1.5 倍クロップできるということでね、これだけ画角が変わります。 α7S3 だとかこの FX3 にはもうその機能がなかったので、どうしても画角っていうのが超解像ズームで調整するしかなかったんですけど、 α7-4 はこのスーパー 35mm APS-C モードが使えるということでね、単焦点レンズ使っても 1.5 倍、まあ、クロップさせることで寄ることができるという意味で、このモードが使えるっていうのはね、やっぱ一番魅力だと思います。あと形状的には α7S3 ともうほとんど同じなんですけど、まあ、持った感触ももう全然変わらなかったですね。ただ重量がやっぱり少し軽くなっているのか、気持ち、まあほとんど誤差のレベルぐらいかもしれないんですけど、気持ちやっぱ軽くなった気がしますね。それから写真モードと動画モード、あと S&Quick の切り替えがこうレバーでできるようになったっていうことがね、非常に使いやすかったです。ただ今回はもうほとんど動画がメインだったので、写真、まあ、スチルはもうほとんど撮ってないんですけど、多分10枚も撮ってないかと思うんですけど、まあ、家族の記念写真撮るときに写真モードにカチッと切り替えして、写真が気軽に撮れるっていう意味ではね、非常に使いやすかったと思います。まあこの機能もどんどんこれからちょっと、まだちょっと使い慣れてないんですけど、これからどんどん使ってこう動画と写真と切り替えしながら、こうハイブリッドな使い方で今後 α7-4 を使っていこうかと思います。それからまだね、これはきちんと試せてはないんですけど、暗所性能なかなか強そうですね。 α7C だとか α7-3 に比べればはるかに暗所性能良くなっている感じがします。まあ、このあたりはまたちょっと実証実験やっていこうかと思ってるんですけど、使ってみた今のところの印象ではかなりね、暗所性能強くなっている感じがします。あ、それからもう一つこの α7-4 に関しては、手ブレ補正、アクティブ手ブレ補正が α7S3 だとか FX3 より良くなってる感じがしますね。こう上下左右のブレっていうのがかなり抑えられているような感じがします。他の方の動画でね、ちょっとその検証されている動画見たんですけど、アクティブ手ブレ補正をオンにした時に、今まで α7S3 だとか FX3 の場合って 1.1 倍クロップだったんですね。それがこの α7-4 は 1.15 倍になってるんですね。わずか 0.05 倍なんですけど、若干クロップさせることで、多分そのね、余裕分、その余白分で手ブレ補正効かしてるんじゃないかなと、まあ、勝手に予想してるんですけど、 α7S3 だとか FX3 に比べると手ブレ補正本当にね、効くような感じがしてます。まあこれも感覚的なもので今ちょっと喋ってるんですけど、実際に映像を確認してもなんかそんな感じがするので、アクティブ手ブレ補正に関しては従来のものよりね、性能良くなってる感じがします。
4K 撮影時に60フレームするとね、こう 1.5 倍クロップされてしまうっていうところがもう非常に残念なんですけど、まあ、なかなかこうスローモーション使う場面っていうのがもう僕の場合はあんまりないっていうことと、まあ、このあたりは使うレンズ、例えば G マスターの 14mm 使ってやったりすると、まあ、画角的にもまあ約 20mm 近くの画角で非常にまあそれでも広角で撮影できるということでね、このあたりはまあ使うレンズを選択することでうまく付き合っていきたいなと思います。じゃーん、今日のランチはマックで昼マックしてきます。めちゃめちゃたくさん注文してしまいました。というのが持ち帰りも含めてなので、これで4人分です。じゃあいただきます。まずコーヒーから。熱っ、やっぱ熱い。ナゲットもいただいちゃいます。これソースがコクうまステーキソース、期間限定のやつですね。いただきます。うん、あ、なんかステーキっぽい。スパイシービーフバーガー、あ、確かにスパイシーだわ。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。ちょっと食べ過ぎました。じゃあこれ持ち帰ります。α7-4 の手ブレ補正、アクティブ補正ですけど、やっぱりよく効いてる気がするな。少し早めですが、本日終了です。すっかり忘れてたんですけど、これを取り出しとかなきゃダメなんですね。キャンピングカーのこの後ろのリアのガレージなんですけど、なんかすっげえ物でいっぱいですが、あ、そうそう、これ水もちゃんと廃棄しとかなきゃダメですね。で、すっかり忘れたの、こいつ、これ取り出さなきゃダメなんですけど、これ何かというと、昨日おととい神戸行った時に、イケア神戸に行った時に購入してきたゲーミングチェアになります。まあ、僕が使うんじゃないんですけど、子供が使っている椅子がなんかもう傷んでるから、これが欲しいということで購入してきました。さあ、じゃあ今日はこれを組み立てて1日終了ですね。この後動画編集やって一気にアップまでやっちゃいたいと思います。はい、というわけで本日以上となります。今日は α7-4 にマイクを DJI のフレキシブルマイク試してみたんですが、音声等どうだったでしょうか。このあたりがね、使えるとかなりまたコンパクトなシステム組み上がるんですが、また編集時に確認していきたいと思います。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。